それでは前半のハイライトシーンをご覧いただきましょう。小林哲平さんとともに振り返っていきます。木下マイスター東京、こちら岡山リベッツの田添森園、松島と及川です。ま、ゲームカウント 1-1 まで行きまし、もつれましたが、どんな戦いぶりでしたか？はい、そうですね、まあ、松島選手と森園選手の、サーブレシーブというところに質の高さを出しながら、はい、及川選手と田添選手のお互いのこうやれるところをしっかりやれた方が取るというような展開でしたね。はい、終盤及川選手のね、いいところが出ましたよね。最後はもう本当ミスなく攻めれたというところがさすが及川さんでしたね。田添選手もすごい良かったんですけど、仕上がりね、はい、そして終わったばかり第2マッチ、吉山が2ゲーム取られた後に2ゲーム取った。はい、これ最後の一本すごかったですね、テンオールの、はい、これ今第1ゲームですね。しかしね、これ第3ゲームでもう終わるかと思ったら、はいはい、本当ですね、はい、こうですね、チキータし始めてから変わりましたもんね、はい、また受けていてはいけない、攻めないといけない、そうですね、どうですか、はい、リスクを承知で、本当にあの距離感からの得点はなかなかできなかったですね。そうですね、第1第2とは最終ゲームは顔つきが変わってましたね。そうです ね, ね、はい、スイッチ入った顔してましたね、はい、うん、最終ゲームに関しては2点リードの後の2本のフォア前。